つまりちゃんと見ることにその女の子が豊かに表現できるようになったなっていうことです。それむちゃくちゃ普通のことじゃないですか。そうなんです。でもそれ以前はいやこれね結構深い問題なんですよ。これドクタースランプですよね。で当時のはい、でジャンプにはもう一人ちょい上の世代で江口久志さんがいるんですよ。江口ジャンプを出してもらっていいですか。これ分かります？この感じ入道雲ですよ皆さん。はい、夏ですよ。いや夏ですよ。分かりますか。でこれ次コミックスのひばりくん言ってもらっていいですか。すごいジャンプと思えない表紙だな。そうです、うん、だから江口革命がジャンプにおしゃれを持ち込んだっていうのが、江口さんがまず直前にこれを行ったわけですよ。これジャンプなんだ。そうなんですよ。で江口カタパルトがジャンプにはあったわけ。江口さんが引っ張ったんですよ、うん、ギャグからおしゃれにスライドして。なるほどなるほど。つまりおしゃれがやりやすくなったところでオレンジロードなので、これ一巻表紙出してもらっていいですか。あ、江口先生がまずいてってことなんですね。そうなんです、そうなんです。世代も近かったんで、江口さんはギャグ出身だったんですごく葛藤があったと思うんだけど、松本先生の時代になってくると普通にそれやれちゃうという、うん、このあたりからミクスチャーがどんどんありになってくるんですよ。とにかくおしゃれだったらパクっちまえっていうんだって力点シュタインっぽい。そう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 、力点シュタインっぽいよね。はい、うん、はい、でこれが明らかに力点シュタインですよね、うん、これアメリカのポップワードです、うんうんうん、でそれをそのまんま使えるんだからやっちまえって言って、そのまんまウォーホルもやってます、女の子2人立ってるやつお願いします。キングオブ、まさに江口久志キングオブポップ。この人は途中からイラストレーターになっていくわけですね。でこの人がすごく典型的に分かりやすいんだけど、本人がインタビューで言ってるらしいじゃないですか。俺は女の子が描きたいんじゃなくて女の子になりたいんだって言ってるらしい。で、まあ、江口さんのことは称えつつも、江口さんから始まったあの辺の流れからいくつも同時に起こるんですけど、それまでは社会の漫画の中の添え物だった女の子だったんで、うん、どんな服着てるかもよく分かんないで書いてたんですよ。なるほどなるほどなるほど。ね、時代が平和になって女の子っていうのが身近になる、もしくはメディアを通じて女の子のことをもっと近くから見えるようになってくるわけですよ。ジロジロ見ることが許されるようになってくる。つまり、はいはいはい、80年代グラビア時代から女の子の発見っていうことが起こるわけ。ディスカバリーガールズですね。でこのディスカバリーガールズの金井達夫先生は絶対入れといてくださいね。何を言ってんのかと思ったらホールインワンのパンチラを見たら分かりますから、金井先生は忘れないでほしいのと、あと何と言っても鴨川つばめ先生ですね。この方も服とかブーツとかむちゃくちゃちゃんと書きました。そしてこのラインで江口さんが登場すると。で何が発見されたかっていうと、まずは服の構造、そして靴バッグですね。靴とかカバンとかって男たち見てなかったんですよちゃんと。なるほど。でも女の子たちはいろんな靴を履いている。でほうほう、服に合わせてバッグを変えているんだっていうのを漫画の中で出てくるんですよ、この辺りから。大発見だ。新大陸、新大陸、うん、そして髪型なんですよ。だからサイドブローでちょい跳ねっていうのが流行るっていう。確かに書かなかったらダメだったなっていう。静香ちゃん毎日同じ服着てるからね。ねえ、あの頃はどうでもよかったです。あの頃はそういうことじゃなかったんです。メーテルも毎日同じ服着てたもんね。毎日同じ服着るシリーズがずっと続いてました。これあれですよ、彼女ができた人が書けるやつですよ。だからなんか、なんか拍手で、拍手。つまり妄想の中の女の子と現実の女の子っていうのはリアルな何かとどんどん漫画の中に入ってきちゃって、それを少年漫画でやり始めるっていう、そういう時代感みたいなもの、この辺りから始まっていますよ。つまりちゃんと見ることによって、その女の子が豊かに表現できるようになったなっていうことです、ね、それめちゃくちゃ普通のことじゃないですか、はい、そうなんですよ。でもそれ以前はいやこれね結構深い問題なんですよ。それ以前は政治の方が大事だったんですよ。なるほど。貧困からの脱出、うん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 、ああそしてから強いものが勝っていいのかみたいな。でもこの問題を一旦置き去りにしてしまったせいでこのざまですよ、この国。いや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 。